クボさん、髪の毛の分裂は起こっております。<laughs> 分裂数が抜けてきますね。<laughs> どんどん <laughs>。まあ今回ですね、えー、この手段を取るべき理由、うんうん、この手段を取れとかにしておきましょうか。まあお金がないわけですよ。みんな最初からね、お金持ちじゃないし、お金持ってる人っていうのは少ないと思うんですよね。まあ、もちろん生まれた瞬間からお金持ちの生まれに、脚蹴に生まれてね、お小遣い100万もらってますみたいなね。 まあそれならいいんだけども、まあそんなんじゃないですか。まあ基本的に借金もあったりとか、金がねえっていう、じゃあどうするっていう話なんで、僕はその時に取るべき手段っていうのは、歩くことですね。うん、お金ないんだから歩くしかないって言って。<laughs> だって歩くのはタダじゃないですか。どうすか自分の足で歩くのはタダですよね。うん。なんで、まあ僕はもうずっとネットビジネスを推奨してるのは、お金が、 その余剰資金ですよ。しかも余剰資金がある程度のボリュームあるんだったら投資でもいいんじゃないかなと思うんだけども、なんかね、そのお金ないのに、例えば、えー、5万円を1億にしたいとかね、5万円を100万にしたいとか、まあそういう夢っていうのを願望を抱く人が多いんですよ。で、こういうのは、あの、みんな大衆がそう思ってるんで、本も、えー、いっぱい出てます。5万円を200万円にしたとかね、あのー、なんかいっぱい出てますよ。うん でも僕は、あのー、まず5万円作りに行こうぜと。自分で5万円稼げるようにしようぜと。ある程度でも。僕はもう初動ネットビジネスをお勧めしますね。うん。で、余剰資金がたまったらお金があるので、その稼ぐ手段は、えー、選択は増えます。でもお金がないと、その稼ぐ手段っていうのは、うん、やっぱね、まあそのなんかリスクがあるわけですよ。 ま、手段はあるんだけど、リスクがあると。あなたはそのリスクを取れますかと。取れるんだったら別にその、いいんじゃないですか。僕は取りたくないんで、そのリスクを。うん、失いたくないんですもん、一瞬で。うん。絶対はないんで、投資でね。うん。なんで、僕はもう、あの、ネットビジネスで余剰資金を作って、余剰資金作って安排でやるっていうね。 で上少なくても、まあ、久保さんもちょいちょい言ってますけども、まあ、投資やっていく上で、まあ、ビジネスやってた方がいいよねっていうもちろんビジネスやってなくても投資トレーダーとして生きてる人もいるんだけども、うん、結局今ね、まあ、全員じゃないですけども、まあ、トレーダーやってる人も情報発信始めたりとかしてますようんいやそ,それより情報発信を、あのー、やってる状況から、えー、なんだ トレードやった方が楽かなと思いますね。だっていくらでも発信できるんで、そうすると。でもトレーダーが主軸だと、その後手段を情報発信を1個取ろうと思うと結構しんどいと思いますよ。でも情報発信をしあのマスターしてるとね、マスターしてると、まあいろいろ横展開できるので、まあ何でもできるわけですよ。 だから、その、うん、応用が効く、応用が効くものをベースとして、情報発信なんか応用いくらでも効くんで、時代が変わっても情報変えられるし、自分の考え方が変わってもその考え方を変えられるし、発信すればいいだけなんで、応用が効くんですよ。で、応用が効くものをやベースとして1個あった方が僕はいいと思いますし、えー、0円から始めることができる、うん。お金なくても始めることができる。少なくても YouTube を見ているんだったら、 ああ YouTube 発信できるはずです。だって YouTube を見るデバイスがあるんでしょスマホ、今カメラありますからね。いくらでも動画撮れると思います。ああ YouTube やりましょう。いってらっしゃい。